佐藤あかりです。よろしくお願いします。はい、あかりよろしくです。イエーイ。先月1月7日以来ちょっと空いちゃいましたが、およそ1ヶ月半分の登場、はい、通算、ね、なんとこの番組最多ですね、更新しております、通算35回目の出演です。イエーイ。35回。サンゴね、そういうことでございます、ね。はい、これ写真出てますね、あの大倉さんが。あ、そう、出てますね、写真ね。この前お邪魔して出ますか、そうそう。なんか私、あの酔っ払いと間違えられたっていう話がサンゴさんから伝わってきたんですよ。いきなり乱入したら。そう、不審者でした、明らかに。そしてもう一枚もね、これもちょっと全く意味の分かんない、はい、ポーズ撮ってますけど、ね、え、なんかすごいじわじわ来る写真で私お気に入りです。ちょっとあかりんやめてください、涙目は。ちょっとそれらしくない、我々らしくないじゃないですか、お互いそんな感動しちゃって。そんな大倉さんいつも来てくれないから。そうそう、いや、これ卒業発表前でね、感動しちゃいました。まあ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 、ちょっといろいろあれじゃないですか、しちゃうじゃないですか。あ、そうです、こんな感じで来てました。イベントをね、はい、させていただきました。あ、これ来てもニックネーム、テンさんもね、あかりん、大倉さん、こんばんは。大倉さん、先日のあかりんのテニスイベントでケーキのプレゼントありがとうございました。あかりんのあんな表情を見ることは自分には何年かけても引き出せません。大倉さんだからと思います。いやいや、今まであかりんをたくさん下北風に出演させてくださり、本当にありがとうございました。でもまあ、卒業してから呼んでもらってもいいんですよ。いや、本当に、いや、聞きたいですよ。ね、どんな感じに。まあ、多分ね、順風満帆に行くと思いますけど、このまま。いや、行くでしょ。またいつか呼んでください。もちろんもう。下北 FM。いや、もう走り切ったよね。これは、やるだけ。終盤には、ゲストコーナー、ともわくポップチャー。今週は、5人組アイドルグループ、アウーのお二人が、遊びに来てくれます。アウー。ね、リモート中継、つながってますか、事務所とです。アウーの二人、イエイ。どうぞ。どうぞ、あ、声が来てないですね。話したくないですかね、そういうことじゃない。あ、もしもし、アウーさん、声が来ない。アウーって言ってます今。違う、口パクかなと思って。どうなってますか音。まあ本番前に来てればあれですけどもね、来てない。スタッフ大丈夫ですか。ミュートになってる。なってないそうですよ。大丈夫。ちょっととりあえずね、先に、あ、来た、ね、来ました、来てないじゃない。はい、わかりました。そういうことでね、トークはもちろんのこと、今月20日にリリースされましたニューシングル Maybe のカップリン曲として収録されているハリマカナちゃん、ね、画面向かって左側、下元ですね、ハリマカナちゃんの初フィーチャリング曲、君からの卒業のタイトルにちなんで、卒業したいことを発表していくゲスト企画、森青葉、ハリマカナの〇〇からの卒業、ご準備交互期待です。ということで、あかりんも AKB ホテル卒業なんでね、お、だいぶ前、てんてんてんかっこはてな、どのぐらい、1年、大倉も騙されたな、結構。1年でも、難しいんですよね、自分の中でも。どのあたりからなのかなっていうのは、でも、だんだんと、徐々に気持ちの中で整理がついていって、という感じなんですかね。ぶっちゃけ難しい。コロナは、コロナ禍は影響してるんですか、ぶっちゃけ。いや、たまたまコロナが来ちゃったのかなっていうのは、多分あると思います。まあ、はい、半年以上1年未満って感じですかね。なんでそういう風に言うんですか。なんとなくだいぶ前なので、だいぶだから分かんないですよ。わかりました。次行きますよ。いいですか。はい、質問その2、はい、怖いこのコーナー本当に。卒業発表のホタちゃんにて、卒業発表の方法がいろいろある中でツイッター動画を選んだのはなぜ。いきますよ、せーの、いいですか。はい、どうしてツイッター選んだ。はい、じゃあ劇場で発表できたらと。ああ、まあ、はい、そうですよね、やっぱ。やっぱ本来はこう劇場公演で発表させていただくじゃないですか。で、私自身もやっぱり劇場公演がもしあればそこでっていう予定だったんですけど、はい、ですよね。まあ、劇場公演もね、できなくなっちゃったりっていう状況もあって、
でもだから悩んだんですよね、どういう形で発表しようかなっていう、うん、でなんか個人的にその劇場でその映像を撮ってそれをね、うん、あの発表という形でお伝えできたらっていう意見もこうスタッフさんと話し合いながら決めたりして、うん、ですね。岡部凛ちゃんとかだから、いやどうぞ、はい、だからそうだからなんか別にツイッターにこだわったわけとかじゃなくて、うん、ツイッターが多分やってる SNS で一番フォロワーが多いから影響力あるもんね。その方が、はい、なんか広まるのかなみたいな。うちもリツイートさせてもらったんですよ、そういう感じです。で、うん、ほら、ありがとうございます。岡部凛ちゃんとかほらサッホ、ねええー、のチンビー のキャプテンの、はい、はい、なんかも一緒に歌歌いたいとかね、劇場で。そうですね、また劇場がもし再開したらね、なんかしてほしいね、ちょっと卒業までに、ね、はい、行きたいもん、僕ら思ってます、ね、はい、わ、はい、かりました。じゃあ行きますよ。続いてラスト質問、その3、すごいコメント、はい、コメントあったら拾ってよ、入れちゃって。コメント欄がなんかもうみんななるほどなるほどってこう聞き入ってる感じでなるほどね、すんびりしちゃう、はい、そう、質問その3、あ、卒業することを誰かに相談していた？待てな、行きますよ。せーの、じゃん。じゃん。自分自身で。あ、まあ、そう、なんかそんな言わないもんね、なかなかね、そんな。自分自身で。なんかでも、事前に相談したり、こう伝えたいなって思ってるメンバーはやっぱいるんですけど、はい、やっぱり会える機会がないじゃないですか。はいはい、ってなると、やっぱり自分の中でやっぱり考えていて、まあ、スタッフさんだったりとか、うん、ちょっと電波状況悪くなったけどね、電波状況が。でも大丈夫ですよ、それを一応復活するからね。え、はい、そんな、なるほどね、まあ、自分自身で決めたと。まあね、いろいろ相談しましたけど、こういう話ってね、感じだと思う。うん、今ね、いろいろ相談しましたけど聞けて、それ以前が30秒ぐらいが電波状況が悪くて聞こえなかったんですけど、はしょって言うとどんな感じだったんですか？あれ、だからそのなかなかその会えるメンバーとかに会える状況がなくて、はい、あんまりこう面と向かってやっぱりこういう話はしたいものじゃないですか。まあ、でも肩を押してほしいとかで、肩を押してそう、だから、まあ、最終的に決めるのも自分ですし、そうね、そのね、だから、そうですね、うん、うん、分かった分かった、決めました、決めたんだねはい、こんばんは、こんばんは、私、アウルです、お願いします、イエーイ、はい、よろしくです。では手前から自己紹介お願いします。はい、グループ最年長19歳の森山です、よろしくお願いします。はい、森凛です。そしてはい、こっちかな、いやそっちかな、それとも播磨かな、どうも播磨かなです、19歳です、よろしくお願いします。播磨です、イエーイ、アウの皆さんです、イエーイ、ということで、ね、お願いします。さあ、森凛はね、森青葉ちゃん、昨年8月13日以来ということで、お盆以来ということで、およそ半年ぶりということでね、うん、そして、播磨ちゃん、播磨王は昨年の4月2日以来、ね、もう10ヶ月ぶりということで、もう忘れちゃってましたね、播磨、はい、のことは完全に私は忘れてないけど、あ、大倉さんはあれ、忘れてますか。いや、もうちょっとほら、ずいぶんおとなしくなっちゃって、あの時はほらもう播磨お願いしますって感じが最近ちょっと今日は絶好調です、はい、絶好調、よろしくお願いします。絶好調、絶好調、よろしくお願いします。ちょっと森に元気ないね、はい、ちょっと押されないでね、ちゃんとね、コメント見てました。もう播磨なんか押されちゃダメですよ、もう前に出ないと全然ダメですよ、ちょっと今日播磨置いとくから今日、ね、そして置いとく、アーペン、母からの卒業。あ、そんな甘えん坊なの、どんな感じなの、ちょっとこれは意外ですよ、ね、いや、だいぶ、うん、ママっ子なんですよ、私一人っ子ですね。一人っ子なの？一人っ子です。なんか下の子かなと思ったんですよ、なんかお兄ちゃんと妹からみたいな。いや、一人なんですよ、本当に。なのでだいぶ
ちょっと甘やかしてもらっちゃってて、どんな方に甘えるんですか？まず朝、うん、聞いて起こしてママに起こしてもらうんですよ。ママに、ね、肩を揺すってもらうとかどんな感じで起こしてもらうんですか？もうなんか、いや私結構起きないタイプなんですよ朝。もう全然起きれないタイプで、だから結構叩き起こしてもらってますいつも。叩き起こどう頭？やってみて、やってみて。寝てる。ほら起きてもう。これ30分くらいでもこんなんですって。もう太もも叩いてもらってみたいな。なるほど。結構重症なんですよ私。結構意外でした。なんか。あ本当ですか？テキパキしそうな感じだけど。いや。だいぶ朝は弱くて、ね、で準備とかもお母さんに結構手伝ってもらって、ハリマネもねこれポイント上がったよこれ、ファンの皆さんすごく。あ、本当ですか？結構甘えん坊なんだって意外にこう見えて。だいぶお母さんに、もうお母さんが仕事から帰ってきたらすぐなんか喋りかけて、なんか結構疲れてる中にあの家事とかしなきゃいけないのに、ひたすら付きまとって喋りながら。邪魔しかしないんですよ。お母ちゃん好きなの、ママ好きなのハートマークでわかるよね、ちょっとね。母のそう、ママ大好きです、ね。ハートマークでね。でも母目線からしたらめっちゃ嬉しいですよね。こんなに愛してくれる娘がいたら、ね、そんな娘が欲しいか。これからもちろんなっちゃおうかなって。赤ちゃんとかは。赤ちゃん。赤ちゃん甘えてるイメージないけど、甘えたりするの赤ちゃんはどうなの？私でも猫に甘えちゃうかもしれない。親には甘いね、親には。猫ちゃん。ご両親には甘いね。なんか、でも甘えてる部分もあるんですか、ね、イメージがもなくて、甘えてみたらいいんじゃない、ちょっとそれ結構嬉しいかもよ。本当ですか？なんかじゃあ24歳甘えてみます。ちょっともたれかかっちゃって、もうちょっとね、あの胸のあたりにちょっとね、こうやって頭つけちゃって、もうわかんないみたいな。ちょっとマジで何言ってるか、ちょっとやばいっすね。次行きましょう。何次行きましょうって、はい、いやそういう妄想を膨らませないとこの前できないんですよ。やだやだって別に勝手に妄想しない。いやちょっと大事ですよ、妄想番組ですよ。じゃあ森に行きますよ。はい森に、はい、せーの、じゃん、砂糖からの卒業。どういうことこれ、砂糖で好きなのこれ糖質。いやもう飲み物でも、はい、何でもそのヨーグルトでも、はいはい、砂糖が入ってないと飲めなくて、はいはい、でも砂糖やばいなと思って。もう砂糖でも体にいい砂糖とか売ってるじゃん、忘れちゃう、三温糖じゃなくてなんか忘れたらあるのよ。オリゴ糖、北海道のね砂糖僕いつも買ってるんですよ。それしか言えないですよ。わりかし砂糖だから体にいいっていう。体にいいもの食べてるんですね。僕から美意識高いですから、添加物一切食べないぐらい。いや、まあ、本当に私がこのダイエットが成功しないのは絶対この砂糖のせいっていう。砂糖か、すごい甘党なんですよ。砂糖だけじゃなくて、わかりないね、ちょっと甘いの好きだけど。いやでもめっちゃわかる、甘いもの私も大好きで。でも砂糖もいろんな種類あるから、こうきび砂糖とかこうラカントとか、うん、だからねこう置き換えられそうなものみたいな、ね、なんかそうそうあるよ、本当に糖質オフみたいな。でもコーヒーにも砂糖入れちゃうのがダサいなと思うから、やめたいんですけど、やっぱ入れちゃうんですよね。じゃあメープルシロップとか僕入れますよ。ヨーグルトメープルシロップちょっと入れて、まあ、量もやりますけど。コーヒー入れるか？いやいや、もうヨーグルト、なんかヨーグルトっていうか、あ、ヨーグルト、砂糖じゃなくて、そうそう、牛乳よりも豆乳を飲むんですよ。豆乳にメープルシロップ入れるとか、豆乳、ヨーグルトにして、すごい発酵させてちょっと入れると健康にはいいですよ。そういうものとか。美意識高っ。いや高いですよ私。めちゃめちゃ女子だな、女子よりも全然。結構女子ですね。うん、いや体が資本じゃないですか。体がなかったら結局、ね、そうなんですよ。ねアイドルもタレント業もね、あかりにないもんね、やっぱり資本ですから、そこは絶対力っていうかね、気づかないと、やっぱり気づかわないね。本当に難しい問題ですよね。魚まだ、あ、若いから魚がいいですよ。魚が食べるのが肉より魚ですよ、やっぱり日本足、鶏肉とか魚です。あ、ね、やっぱ和食ですね。和食やっぱりいいですよ、いろいろね、みたいな、やっぱ、ね、まあやっぱりガンリスクも低いらしいですよ、魚が週8食べるとっていう、なんかそういうデータが出てるらしいですよ。豆知識、ね、はい、じゃあそういうこと、じゃあ次行きましょう、はい、じゃあ行きますよ。じゃあハリマちゃん、はい、せーの、はい、じゃん、ケチからの卒業。あ、ケチな感じするもんね。そうですよね。そこがまたなんか売りになりそうだ。はい、どうぞ。これは、まあ、そうなんですよ。いやそうなんですよとか言ってた。いや私結構ケチなんですよ。いやいいお金に関して、倹約家ってことで、いい奥さんになるってことですよ、いい。あ、まあよく、うん、まあそうだと思うんですけど、うん、あのお友達とかと、うん、まあ、ご飯とか行くじゃないですか、はい、うん、
やっぱ値段で決めちゃうんですよね。いいんじゃない、いいんじゃない、いやいや、そういう子でも交換いいですよ。逆にほらバン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 ね、なんかビルの屋上でなんか銀座でなんか西麻布やらちょっと展望のいいとこ行きましょうとか言って、これ全然いいですよ、それは全然、そっちの方が。あ、まあ、それはそうなんですけど、やっぱメニュー見てて、はい、自分の食べたいものよりも、やっぱ安いものを選びたくなっちゃうんですよ。いいんじゃない、ちょっとそれは。いやでも大体女の子ってなんかみんなが頼んでるから同じもの頼むとか、そう、うん、結構ある、うん、結構バズってるものを、うん、みたいな。でもそれでも、うん、それよりもこっちを優先したくなっちゃうから、うん、いやでもそれ私大学生になって、うん、まあ、やっぱきっとこういう関係も広がるんだろうなって思って、今時の女子大生って結構おしゃれな人多いから、まあね、このままだと私あのお友達ゼロの可能性が大だなと思いまして、うん、ちょっとそろそろちょっと うん、その女子たちに近づけるようにならないとなっていうので、ちょっとケチからの卒業。ちなみにですけど、ちなみにあの店長がですよ、はい、店長がじゃあメンバー全員を例えばそのどこで面接に西麻布のあの東京が一望できるようなところでちょっとランチしましょうって言ったら、それは高いところでもいいですか、どうですか、それともちょっともっとカフェみたいなところがいいのか、どうですか、店長もしだったら、店長から店長のおごりだったらもうめっちゃ高級なところがいいと思います。そのお金だったら一番高いもん、ね、もうこれも値段で人から怒られるときはより高いものを選ぼうと思ってもう女子ってそういうもんですよ、それはそういうもんで、女子はやっぱりいいね、そういうリアルタイム、やっぱり女子はそういうとこありますよ ね、まあ、まあ初回は、初回は 2,3,000 のカフェの方がやっぱ優しいは優しいですよね、なんかすごいリアリティのある話してますね。じゃあ森に言いましょう、森に、私なんかちょっとなんか、ね、いいよ、森に話して聞きたいから、いや私は結構なんか申し訳ないなと思って割と低いの選んじゃったりするんですけど、いい、ね、なんかでもハリマは結構頼んでくれるので、あ、ハリマありがとうって思いながら食べてます。でもハリマちゃんのキャラだったら許せますよね、なんか頼まれちゃった、高いもの全然許せるよ、なんか食べさせたいと思っちゃう、いっぱい食べていいよって、嬉しい、あと僕が働くからみたいなね学生だったら、ハニマちゃんだったら学生だったら、僕が学生だったら、あとバイトするからいいよ、ハニマ食べても頑張るから今月。うん、いっぱい食べちゃったら。はい、わかりました。じゃあ森に行きましょう。はい。はい、せーの、じゃん。じゃん。三日坊主からの卒業。三日坊主から。三日坊主なの？いや、もう本当にひどいです。なんだろう、例えばですね、なんかお風呂で今日はこれをやろうとか、この洗顔を使おうとか思ってるのにいつも忘れちゃったりとか、いいんじゃない、もうなんか三日坊主にもならない、うん、一日坊主女子はだ、秋っぽい動物だもんね、そういうのがやっぱりね、それもちょっとそういうところも含めて、なんか朝走ろうとか思っても今日はいいやとか、全然やらなくなっちゃうのがやばいなっていう。森林はいい、森林は森林らしく生きればいいし、大倉も今時間めちゃめちゃ押してんだけど、もう盛り上がってるから別に伸ばせばいいかなと思ってね、やっぱ明るいね、怒られちゃう、怒られちゃうよ、いやもう盛り上がってるのが一番大事じゃないですか、盛り上がってることが、例えばこの後のね、明るいのコーナーたっぷり時間取るけど、あの盛り上がってるところを切っちゃって次に行くよりも盛り上がってるところを拡大した方が良くないですか、番組的に。まあでも大倉さんのね、番組なんでね、いけますよね、だから盛り上がってるところを伸ばした方が番組全体的に見てる人も美味しいじゃないですか、多分ここ盛り上がってるも見てる人も盛り上がってるんで、おそらく。なんかあかりんさん、なんか続けてることとかありますか？あかりんやる続けてる、でも私も結構こう毎日このパック使おうとか思っても忘れちゃったりとかするから、うん、なんか1日おきで、でも自分にとっていいことをこう変えてみるとか、今日この日はパック使って、でも次の日は走ってとかで、なんか1個だけいいこと積み重ねていく、確かに1個だけ変えてみるのはありかも、ね、そう、飽きちゃうから、飽きちゃう、ね、同じ、もうでもね、まあ好きなことやればいいよね、好きなことじゃないと続かないしね、芸能活動もそれ好きなことやればいいし、好きなことがやっぱり、ね、あの才能になるし、なんか続いていくしね、やっぱね、うん、そういうことで好きなことやってほしい、中にもね、やっぱりね、いずれにしてもね、そうです、うん、そういうことがやっぱり一番いいことですよ、はい、まあそういうことになりました、じゃあ以上になります、はい、終了です、はい、さあここまでね、さあ、アウのお二人の卒業したいことを知ることができて、あかりも含めてね、卒業したいことを知ることができて超楽しかったよ、最高に楽しかったよという方は、少年ペースコープ8の会場拍手お願いします、はちはち、さあ以上ゲスト企画、森青葉、ハリマからの我々からの卒業でした。さあそういうことで、ちょっと生電話コーナー行きたいと思うんだけども、ちょっとじゃあ抽選行きますよ、結構来てるんでね、行きますよ、じゃあ1人目、
はい、じゃあこの方スタッフお願いしますね。はい、そして2人目いきますね。あかりんは後半あるんでね、まだ今ね、まだ受け付けてますから、どんどん送ってください。もう2枚3枚ともう複数枚買った方、あ、当たる可能性強いんで2回電話繋がるかもしれないから、僕らすごい平等に行くんで、はい、はい、お願いしますはい、そういうこと。今3人引いたからね、今元に下越したけど、なんかなんかストップウォッチが落ちた、はい、ストップウォッチが落ちましたあちってびっくりした。ストップウォッチ見てないからね、もうあんま必要ないんですけどね、この番組ね。見て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 見ない、みんな流れてよくないっていうね。そう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 、最近ね、もう繋がる、出てよ、ちょっと出ないとね、向こうな、繋がった。もしもし、ラジオネームと何県からご覧になってますか。はい、ともやです。あ、埼玉県からのともやです。ともやさん、わかり、じゃあ15秒ね、はい、楽しんでるね、今日楽しんでるね、番組。はい、わかりました、はい、じゃあ青の二人と15秒どうぞ、話しちゃってガンガン。ともやくん、お久しぶり、ともやくん、はい。ありがとう、今日楽しかった、めっちゃ楽しかったよ。楽しかった、ありがとうございます、ありがとう。うん、私のどこが好きですか。またコンシェルジュできます、はい。え、めっちゃあの目が可愛いとか好きです。目が可愛い、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 目が可愛い。あと眉毛のリーシーとか。あ、いいね、確かにね、森でね。はい。あ、眉毛のリーシーところ。あ、がいいって、森で、ね。はい。はい、終了です。ありがとうございました。この後見てね、お願いします。ありがとうございます。次行きましょう。どんどんちょっとたくさん行きたいんで、ちょっと時間そんなたくさん行けないかもしれないけど、この時間。最近ね、クラブハウスもハマってて、僕らね、クラブハウス。え？あ、クラブハウス。昨日ね、あの秋元先生が入ってたんですよ。デートの秋元康さん、いいこと言っててね、あのね、なんか一つあれ、ま、よくおっしゃってるかも、ね、夢、現実に負けるか、やりたいことに勝つかっていう、すごくないですかこれ。あ、やりたいことを勝って、僕らやりたいことを勝ってるんですよ。現実に負けるか、すごい。もしもし、もしもし、あ、もしもし、あ、お名前とラジオネームどうぞ。あ、マジでか、あ、もしもし、はい、あ、もしもし、お名前と何県からご覧になってますか。あ、東京都からの高俊です。高俊さん、今日楽しんでますか。高俊さん、はい、お二人、あ、はい、楽しんでます、めちゃくちゃめちゃくちゃ、ありがとう。じゃあ15秒どうぞ、話しちゃってください。こんばんは、高俊さん、こんばんは。楽しんでますか。セカンドシングル発売おめでとうございます。ありがとうございます。はい、これからも応援していくんで、よろしくお願いします。ありがとうございます。高橋さん、会いましょう、またね、現場で会いますに、はい、また来週、はい、はい、終了します、はい、終了です、ありがとうございました。この後見てください、待ってます、はい、いければ時間まだ行けます、行ければちょっとね、限り行きたい。ちょっとあかりもあの8時半も過ぎるけどね、おすこも後半も作るから8時40分手前までやるんで、あかりファンの方行ってます、行ける行ける、行ける行ける、ちょっと行けるだけ行きましょう。ちょっとせっかくなんで、これすいません、ね、直でね話せないんでね、この貴重な時間だと思いますよ、こうやってあのアイドルの方とね、皆さんね、そうそうなんですよね、今直接会えない、はい、そうそう、まあ、一方つくそうこうやってショールームとかね、コメントはあるけど、さあ繋がったらね、すぐ出てくださいね。今あなたですよ、ラジオの音切ってね、ボリュームラジオの音切って、ラジオネームと何県からご覧になってるか、行けますよ、ちょっと出て出て、あ、もしもし、あ、もしもし、留守番電話に接続します。留守番電話入れちゃう、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 留守に入れよう。じゃあ青の方が入れちゃって、はい、どうぞ入れちゃってください、どうぞ。録音を終了するには、まだ長いな、結構をメッセージを確認、ね、変更するにはキャンプを押してください、はい、どうぞ。こんにちは、森山です。ハリマカナです。なんで出てくれなかったんですか。でもね、留守番になった私たちの声が入ってるって結構貴重じゃない。逆にじゃあラッキーガール、ラッキーボーイかもしれない、ね、ラッキーガールかラッキーボーイ、ぜひ保存してね。保存できるの、応援してください、会いに来てくださいね、会いに来てね、終了です、ありました、来てください。これすごいですよ、これです。じゃん、びっくりさせちゃったかな、びっくりでしょ、ちょっとだって俺まだずっと続けていくと思ってたもん、ね、僕ら。いや、もっとね、事前に伝えておきたかったメンバーいたんですよね、僕らも伝えてほしかったよ、ちょっとね。あ、本当ですか。まあ、もちろんもちろん、大倉さんは大丈夫かなって。いやいやいや、大倉もちょっとね、あのあれですよ、寂しがりますよ、大倉が一番。はい、ね、なかなか話切り出すのも結構勇気いりますね。まあ、大倉毎回毎回ね、いつまでもやりなさいやりなさいって言い続けてたから、ちょっと逆にちょっとあれは、あ、そう、え、その言葉に私はいつも傷ついてました。あ、大倉さんごめんなさいっていう。そうですね、もう斎藤さんも、ね、H メートル残って法廷グループでも残って残って絶対みたいな話してましたからね。そのね、約束守れなくてごめんなさい、しがみついてでもって言ってましたよね、はい、頭下げてでも、頭下げてでも運営にちょっとお願いしなさい、
言ってましたよね、あのピスタチオベイドの頃からね。そうそう、そんな感じですよね。はいはい、わかりました。じゃあ次いきますよ。はい、はい、次質問その2、卒業まであとおよそ1ヶ月、最終活動日未定でございますが、まあ、決まってるそうですけど、今の心境は。いきますよ、はい、せーの、じゃーん、実感がまだあまり湧かない。湧かないっすよ。え、何年でしたか、あかり。あかりもやってるもんね、結構ね。でも7年ですよ、7年私いたんですよね、AKB48 に。だからもうそう考えると結構ね、活動させていただいたなって思いますし、だからもうすごい生活、もう生活の一部になってたわけですから、だからそれが終わっちゃうんだっていう、なんか、まあ、発表はしましたけど本当に湧かなくて、心境的には、うん、そうですね。オーディエントグループでも入ってよかったでしょ。でも結構よかったよね、それはね。いやもうありがたいですよ、だって大好きなねアイドルだったんですもん。そうだし、ファンの皆さんともこうやって会えて、やってなかったらファンの皆さんも会えてないしね、はい、この番組だってもちろんレギュラーもなかったしね、おそらく。そうです、大倉さんにもね、出会えてなかったし、私は一番ラストでいいです。私はラストの方であのね大倉さん、まあ大倉さんもですけどねってぐらいでいいですけどなるほど、そういうね、あかりんちゃんに会えて幸せ、はじめさん、なんか寂しいな、ひろくんいただきましたね。ね、ありがとうございます。あと6年は行きます。西西さん、来てますね。6年、これじゃあと6年いくつになりますか。30歳、みそじ、いいね。まあいいんじゃない、ちょっとこれフォーティッドグループもね、俺勝手に言ってるけど、やめるじゃないですか、卒業するじゃないですか、戻るのもあってもいいと思うんですよ。やっぱりフォーティッドグループ、あ、なるほど、秋元先生作ってくれないから一回やめます、卒業しましたね、戻ってないじゃないですか、はい、まあ終身名誉なん研究室ありましたよね、ああいう顔談とか意識、一回そのよくないですか、一回就職しましたと。やっぱりちょっとフォーティッドが良かったんで、あの戻りました枠ちょっとフォーティッドグループ的にお願いしたいから。ね、そういうのあったら新しいですし、いいよね、いいよね、めっちゃ全然印象残りますね。じゃあ2期フォーティッドグループチームメイト、2期なんていうの、2期まあそういう、そういうちょっと面白い、新しいジャンル良くないですか、そういうなんかね、戻りますって1年後やっぱ戻りましたで、またレギュラーの復活ですみたいな、ね、AKB らしいですね、その時は戻った時は、もしそれがあった時は下北M、あのレギュラー戻ってください。あ、わかりました。嬉しい。はい、わかりました。今質問2まで行ったよね。3行ってないよね。はい。はい、質問その3。はい。卒業までにやっておきたいことは、やっておきたいこといきますよ。せーの、じゃん。できるだけステージに立ちたいです。ステージに、そうだよね。ステージにちょっと。やっぱりファンの皆さんも、こうステージに立ってる私を応援するのが好きって、ね、言ってくれたりもねするので、ね、だからまあ3月になってまたそういういろいろライブとかできるようになったら立ちたいですね、うん、ステージに。いや立つのはでもありそうじゃない、一応緊急事態宣言も明け、ディスタンス保ってなんか、そうですね、ギリいけそうな感じしますけどね、はい、まあ個人的にいけますかね、いけたらいいな、ね、はい、わかりました。ラジオの音絞ってね、あの、もしもし、お名前と何県から。あ、光 400X と言います、神奈川県からです。はい、楽しめたようで、15秒どうぞ、話しちゃって。光さん、あ、もしもし、初めてじゃん、話すの初めましてですねなんか不思議な感じでしたねいつもコメントにはいるんだけどそうですよね、コメントだと1ヶ月ぐらい活動あると思うけど、はい、配信たくさん遊びに行くんで、はい、よろしくお願いします。本当に待ってますね、うん、いつもありがとうございます、はい、終了です、ありました、次の方にいましょう、どんどん数ごめんね、短くて数多く聞きたいんですけど、どんどん書く、あのメールも紹介できてないのあるので、ね、紹介しますよ、こちらこの間、あかりん、おくらさん、こんばんは。自分の思い出いろいろあります、印象残ってない、チームメイトの新しい衣装で初めて出演してくれたことかな、新しい衣装で初めて出演してくれた時だって、ね、ありましたね、そういう衣装の切り替えとかもね、うん、それから次は行きますかね、ありました。こんばんは。お名前と何県から。あ、エリです。エリちゃん、じゃあエリちゃん15秒どうぞ。はい、はい、やっほー、あかりちゃんこんばんは。ね、今日もありがとう。なんか下北でもあかりちゃんのことがいっぱい知れたので、すごく下北はすごい楽しい思い出がいっぱいでした、うん、そうだよね、なんかこうやってなんか誰かをいじる私みたいな珍しいもんねそうね、だから大倉さんがねいじらせてくれたので、大倉さんにも感謝です、うん、お、
大倉さん感謝だって。ありがとうございます。白です。またね。また来てね。たくさん行きたいね。ごめんね短くて。はい。それでラジオネームゴン太郎さんいただきました。下北沢の思い出。思い出ということで、昨年か一昨年かの、下北で姉の誕生日が近いというメールを書いたら、姉に向けてバースデーメッセージをくれたことが、バースデーメッセージをくれたことが。あったそういうのも。ちなみに姉にはまだそのことも今回のメールも一切知られ、知りません。姉は知りません。伝えてあげてください。伝えて、確かに伝えてあげてほしい。あ、それついてるからすぐ出てね。はい、あ、おやすい。お名前と何県から？リアスで神奈川県です。神奈川県、リアスさんいつもありがとう。じゃあ15秒どうぞ。やった。どうもどうもありがとう。通じましたよ。意外と聞こえる、ね、聞こえる。いや本当にマジで下北楽しかったよ。結構毎回あの最後の手上げるの必死だから。必死にあの大倉さんに立ってもらうのが大変だから。うん、ね、あとガヤとかもね。本当だよ、ガヤ楽しい楽しい。あんなにあれだよ、いじれるのもそうそうないからね。そうだよね、勇気必要だよね、あれね。本当だよ、下北ぐらいであんなにガヤって遊んでるの。はい、ありがとうございます。いつもありがとうございます。ありがとう。また奇跡ね、この後もご覧になってください。ありがとうございました。こちらラジオネームですね、ゆうゆうゆうさんもいただきました。エピソード、あかりのエピソード、エピソード、ファンの方々と一人一人、ファンの方、一人一人に丁寧にレッスンを送ったりしていたあかりんが、ファン思いの人柄の良さ が感じられました。もうすごく良かったです。あと、パフォーマンスの中には、ゲストの歌のパフォーマンスの中には、おもちゃのラケットで優しい眼差しでノリノリで踊っていたのが後ろで。印象的でした。あ、楽しかった。確かにゲストさんの曲、じゃあ次行きましょう。振り付けとか楽しかったな。もしもし。あ、つながった。もしもし、お名前と何県から？和歌で岩手県です。岩手県、あ、東北ですね。いかがでした？和歌ちゃん、あ、聞こえますか？今日の、あ、聞こえてます。今日の番組いかがでした？企画とか。え、めっちゃ楽しかったです。たくさん笑いました。よかった。じゃあ15秒どうぞ。わかちゃん、ありがとう。そう、ね、嬉しい。よかったね。うん、ありがとうね、本当に、うん、お話し会また楽しみにしてるね。わあ、話そうね。楽しみに待ってる、うん、私も。あ、ありがとう。え、電話越しめっちゃ可愛い声が、うん、耳が、まあ、ありがとう。癒されてる。ありがとう。終了です。楽しみ3月。ありがとうございました。ありがとう。この後も見てくださいね。ありがとうございます。それ東京在住アッキーさんいただきました。あかりちゃん、おくらさん、こんばんは、はい、他のアーティストさんが、アーティストさん歌っている背後で、後ろで菩薩のように、優しい眼差しを見守りつつミニラケットを振っているあかりさんの尊い姿を懐かしく思い出します。またまた、ね、でも楽しかったんだもんな、ね、来てるよ、これ。いろんなアイドルさんの曲に合わせて楽しんでいただいたのがね、あかりが楽しんでた、あかりさん楽しんで、みんな楽しんで、やっぱ本人が楽しくないと面白くない、ね、本人が楽しんだらみんな楽しい。はい、もしもし。お名前とラジ何県から？あ、先生です。先生さん、いつもありがとう。千葉県です。じゃあ15秒どうぞ。あ、茨城県。ありがとう。大ちゃん。冗談、茨城県。こんにちは。うん、今日もありがとう。下北 FM すごい楽しかった。本当に嬉しい。今日も見てくれて。いつも学校帰りにね、行けて。うん、でもやっぱり歌聴けたのが一番だったかな、あかりちゃんの目の前で。あ、年だね、うんうん、ねえ、いっぱい来てくれたもん、弾き語りとかね、うん、うん、いっぱい行った、毎月懐かしい、うん、はい、終了です。ありがとうございました、うん、ね、ごめんなさい、見たくてね、どんどん弾きますね、うん、もうたくさんできる限り行きたいので、全員行きたくない気分で、お願いします。スタッフどんどん、じゃあちょっと連携うまく、ランドリーよくお願いします。はい、お願いします。はい、こちらもね、来てます。宛先がともあき。青倉さん、今まであかりんをごひいきにしていただいてありがとうございます。ごひいきで、思い出ですが、あかりんオタになった頃は回復不能の腰痛になり、現在まで治っておりません。下北にも通えず、うん、握手会は痛みに耐えて通ったものでした。握手会の座り込むこと許されず、40年ぶりに好きになったアイドルがあかりんでした。あ、40年ぶり。あ、もしもし。お名前と何県から、はい、あ、もしもし。あ、聞こえてますよ。はい、お名前と何県から。あ、あの、K 君で千葉です。あ、千葉、じゃ あ、 茨城じゃないですね。じゃあ千代を口説いて、はい、どうぞ。K 君。あ、ありがとう。さっきね、帰ってきて放送見てないんだけど。あー、そっか、お疲れ。うん、いえいえいえ、よかった、でも電話できて、うん、うん、初めて、よかった。
うん、ね、今見えてるんだけど全然、うん、うん、いいよ普通に。また大阪よろしくね。あ、大阪楽しもうね。またいっぱいラリーしよう。終了です、うん、来た。ごめんね短くて。じゃあ次行きましょう。飲んでいきましょう。ありがとう。ラジオネームエリさんいただきました。小倉さん、あかりん、こんばんは。思い出は初めてスタジオに見に行った時のことが特に印象に残っています。その時あかりんは、妹や彼女目線で萌え台詞を披露してみんな大盛り上がりでした。笑ってますよ、はい。それからね、やりました。そうそう、ね、読んだ方は飛ばしてね、読んだ方は飛ばして勉強して勉強つながっちゃうからと。はい、もしもし。お名前と何県から？あ、茨城県のトラック屋のです。千葉じゃないですね。滋賀県じゃない。用意スタートどうぞ。茨城ですよ、私は。茨城県の、はい、トラック屋のさん、ありがとう。今回もありがとう。5回目、生電話5回目ありがとう。ね、すごい嬉しい。この短期間でいっぱいね、お電話してくれて、お話し会、お話し会、あ、そうだよ、ね、できるよね。楽しみにしてるよ。めっちゃ嬉しい。私もいっぱい話しましょう。13日、ね、はい、よろしくお願いします。終了です。はい、ごめんなさい、短くてね。次ですね、こんちゃんさんもいただきます。大倉さん、あかりん、こんばんは。35まで下北沢におすれおめでとうございます。35回目応援するアイドルに向けてメールを送るのも、実際に会場に行って応援したのも、すべてが初めての経験でした。下北 FM がメール出すのも応援に行ったのも、うん、朝の山形新幹線も帰りの夜行バスも初めてで、その日は一日中楽しかった。帰宅した時の夢が、帰宅した時の夢から、覚めたような、もしもし、夢から覚めたような思い出だったって。帰宅した時、もしもし、じゃあお願いします。どうぞ、お名前とラジオネームどうぞ。もしもし、たまちゃんです。あ、たまちゃん、たまちゃん、はい、ありがとう。はい、あ、大阪も仙台も行きます。あ、ありがとうございます。仙台は当たんなくても当たってもどちらでも行きます。うん、それからこの場を借りて大倉さんに本当にお礼を言いたいです。いやいや、最初から初回から今回まで休んだのは1回だけでした。お、本当に楽しかったです。本当に、あかりちゃんの、うん、うん、MC 力も全部アップさせてくれるのは下北沢さんのおかげなんで、すごく感謝してます。ありがとうございます。十分伝わりました。ありがとうございます。はい、見てね。じゃあもう一人いける、いくら、ちょっと書きましょう。いただいたのは若さんもいただいたしね、思い出はね、送ったメールを本番中に読んでいただけたことも、あかりんに読み切れなかったメールを家に持ち帰ってあかりんがこっちに配信で読んでくれたことも思い出ですと。若さんね、はじめさんもいただきました。最後なのですね、チーム8メンバーとして、メンバーとしては正直寂しいです。はい、どうぞ、お名前と何県から？もしも、一言。滋賀県からメンバーです。千葉じゃない。はい、よいどうぞ。はい、15秒。はい、ちゃんと千葉って聞き取ってくれたね。滋賀県から来たよ。あ、滋賀、滋賀だね。そうだね、滋賀だった。今日はすごい、うん、今週もありがとうね。あ、楽しかった、楽しかったよ。検証ができてよかったです。ありがとう。終了です。ごめんね、短くて。終了、でも話せたから。さあ、最後の放送楽しかったから8の連打お願いします。会場拍手。下北 FM DJ トモキトリジャー、小国さんで名 MC、 アヨトコメンテーター大倉智明と、バイバイ。そして明日の MC は佐藤あかりでした。そしてなんとここで発表です。来週1週間後、明日の MC 佐藤あかりちゃん、来週も来ます。はい、できればカフェに来てね、カフェに来てね。来週もあかりんです。明日さんと3月8日もお楽しみに。さよなら。This is a street radio station. 88.8 Smoke the FM. Your best choice, DJ. DJ Tomoaki Radio Show.